いやでも俺欲しいと思ったものを、まあ、とことん手に入れたくなるタイプだから、狙ったもので俺逃したことあんまないのよ。だから俺もエイトも いけるなと思ってかなりプッシュしたけど、現代ホスト界の帝王ローランドが求めた才能、若きナンバーワンホストが日本一のホストクラブへ参戦。ハーレム総本店移転初月、店舗売上1億円突破。最新鋭の内装と広大な店舗面積、総勢70名を超えるホストが在籍する日本一のホストクラブである。現代ホスト界の帝王ローランドが率いたザ・クラブとの融合、ハーレム総本店の門を叩きし、挑戦者たちの正体を紐解いた。ハーレム総本店所属、高村エイト。ザ・クラブからの移籍メンバーの一人であり、2020年上半期店舗売上ナンバーワンに輝いた若き実力者である。ホストを始めたきっかけは半分乗りみたいな感じ。その頃本当にローランドさんが有名になってる最初の方で見るのがきっかけで、そこからですね。でも割と下積みがあったんで、途中でまあ諦めそうになったんですけど、タイミングよくちょっと売れてますね。やっぱここまで来たらあと半年ぐらいあるんで取りたいですね。ホストって何が起きるか分かんないんで、ちょっとやっぱ油断はできないですね。ホスト一時期辞めてた時に体験入店というか、なんか次の店を慎重に決めるために30店舗ぐらい見たんですよ。それでローランドさんと会って、あのここだなっていうなんか直感ですかね。これエイトに関しては最初見た時に俺めちゃくちゃ口説いたじゃん。そうです、ね、ザ・クラブにぜひっていう話をして言っていただきました。実際他のところからも結構声かかってたりとかさ多分したと思うんだけど、はい、俺はもううちに入ったら絶対伸びるなと思ってたし、伸ばせるなんかエイトに関しては自信があって、最初やっぱ緊張っていうか気回したんですけど、本当にすごい人なんで気は抜けないようにちゃんと仕事を頑張ろうかなと思って、1月からもうなんか本当急に調子良くなってモチベーションが上がってます。そうですね、ナンバーワンになってで、プレッシャーみたいなのもあって、ここで1回で終わったらちょっとダサいなっていうのもあったので、お客様がなんかすごいいい人が多いので助けられた感じですね。なんとこちら、はい、レイニーマルさん、はい、ウィー、はい、中三生、はい、タイムコレクション、はい、なんと、はい、一撃、はい、1200万円になりました。1200万っていう、僕がね現役の時そういう先輩がいなくて、自分があのここまでいけるっていうのを見せてくれる先輩がいなかったんで、みんな本当すごい幸せだと思うし、本当にねあのいい景色をエイトが見せてくれたかなと思います。1700万円ですね。と売れてなかった頃は本当に寮生活で本当にコンビニでおにぎり食べたりとかカップラーメンとかっていう生活をしてたので、なんか贅沢はできるようになって売れてない時ってその生活とかもやっぱ大変なので、美味しいご飯とか連れてった方が楽しいので、みんなでも入るとそれはありますね。本当にびっくりしました。その日に知ったので、戻ると信じてやっぱ頑張るしかないなと思ってます。ハーレム総本店はもう本当に強い人が多いので、毎月ナンバーとかも違かったり多分これからすると思うので、やっぱ努力してる人が多いので自分も負けられないですね。やっぱ総支配人のあの拓也さんっていう人は本当に売上も指名本数もすごいので、いろんな面でなんか教えていただきたいですね。嬉しいですね、やっぱりなんか本当に日本一のお店っていう感じだと思うので、そこで働いているっていうのが本当にさっき言ったようにモチベーションが高くなります。落ち込みはしないですね。月間で見てなくて今本当に年間で見てるので、そこは意識してないです。やっぱ忙しいです。それがなんかお店的のメリットなのかなと思います。暇なお店って言ったらあれですけど、忙しくないお店ってなんか裏にいる人が多かったり、そういうよりやっぱりみんなちゃんと働いててっていう方がなんかいいお店なのかなと思います。活気があって、そうですね、みんなやる気あるのでそこがいいですよね。自分もともと1ヶ月ぐらいハーレムにいたことはすごいお店だなっていう印象ですね。スタープレイヤーっていうかすごいホストがいっぱいいる感じです。そうですね、でもまだお店が一緒になったばっかなので、これからもっと連携を取れるようなお店になると思います。幹部陣が連携取れるようになればお店全体が連携取れると思うんで、そこはやっぱ意識したいです。バースデーまだ先なんですけど、バースデーにその記録を狙いたいなと思ってます。プレイヤーとしての目標聞きたいな。プレイヤーとしての年間1億を売ってみたいな。プレイヤー、あと自分のチームの子が役職どんどん上に行けるように教育を頑張ろうかな。お、あのエイトさんが今日人に怒れる、ちゃんと厳しいことは言います。そうですね、怒るのも結構技術が必要だから。あ、
お前さーって言うのか、例えばミスしたやつにね、逆に俺お前のこと信頼してたのに残念だよ、そういう風に伝えてみたりするテクニックもあったりとか、はい、怒るだけが全てじゃなくて、そうです、ね、突き放したり期待してたのに残念とか、まあ、いろんな言い回しがあるわけで、そこも練習だから、まあ、人に対してしっかり気持ちを伝えて、はい、怒るときはしっかり怒れるような上司になったら、まあ、期待してるもっと勉強して、もっと勉強していい上司になったら、そうです、ありがとうございます。ローランドの期待を背負いし若きカリスマ高村エイトの躍進は続く。ハーレム、挑戦者たちはそれぞれの人生を歩む、それぞれの思いを秘め日本一の舞台へたどり着く。一流を育む一流の環境、挑戦者たちの正体を次回も解き明かす。